イタリアは20州のすべてでワインが作られているため、範囲が広大です。北側はアルプス山脈、残り3方は地中海に囲まれています。古代からワイン作りが盛んで、古代ギリシア人がエノトリアテルス、ワインの大地という意味の言葉で称えました。イタリアはワインの世界三大生産国です。生産量はそれぞれイタリア4910万ヘクトリットル、フランス4660万ヘクトリットル、スペイン4070万ヘクトリットル。この3カ国の合計で世界のワイン生産量の 53% を占めます。歴史は紀元前2000年頃から原始的なワイン作りがスタートしたと言われています。国土が南北に広がるイタリアでは、北部では比較的冷涼、中部は温暖で、南部は暑いという傾向があります。他の生産国と同様に、地域ごとに相性のいいブドウが栽培されています。イタリア全土においては、黒ブドウではサンジョベーゼ、白ブドウではトレピアノが最大の栽培面積を誇ります。サンジョベーゼは全ブドウの栽培面積で1位を誇ります。北部の主要品種は、黒はネッピオーロ、バルベーラ、ドルチェット、ブラケット、ピノネーロ、コルビーナ。白はコルテーゼ、アルネイス、モスカートビアンコ、シャルドネ、リースリング、ガルガネガ、トレビアーノ、グレーラ。北部地域は比較的冷涼でネッピオロ種から作られる高級ワインのほか、白ブドウではシャルドネやリースリングといったフランス系の国際品種も栽培されています。中部の主要ブドウ品種は、黒はサンジョベーゼ、カナイオーロネーロ、メルロー、カベルネソーヴィニョン、モンテプルチアノ。白はベルナッチャ、トレビアノトスカーノ、マルバジアビアンカ。中部は比較的温暖な地域で、イタリアを代表する品種であるサンジョベーゼのほか、トスカーナ州ではメルローやカベルネソーヴィニョンから高品質のワインが作られています。南部の主要ブドウ品種は、黒はアリアニコ、プリミティーボ、ネグロアマーロ、ガリオッポ、ネロダボラ。白はグレーコ、フィアーノ。高温な南部地域ではブドウ栽培は冷涼な気候を求めて標高の高い位置などで行われます。ワインにおいては白ワインより赤ワインの方が多く生産されています。イタリアは20州すべてでワインが作られていますので、それぞれの州の地図的位置を覚えることが重要です。イタリアはブーツの形の上を北部地域、中央を中部地域、下部分を南部地域と3つの地域に分けて覚えます。北部地域の州はバッレダオスタ、ピエモンテ、リグーリア、ロンバルディア、トレンティーノアルトアディジェ、ベネト、フリウリベネチアジューリア、エミリアロマーニャ。北部地域は北はアルプス山脈に面し、比較的冷涼な地域も多いのが特徴です。ネッピオロ種で作るバローロやバルバレスコなどの高級赤ワインを生むピエモンテ州があるほか、冷涼な地域で白ワインの生産が盛んな州が多いことも特徴です。ベネト州はワイン生産量第1位の州です。中部地域の州はトスカーナ、ウンブリア、マルケ、ラツィオ、アブルッツォ、モリーゼ。中部から南部にかけては中央にアペニン山脈が走り、西のティレニア海側と東のアドリア海側に分かれます。中部では高品質な赤ワインを生むトスカーナ州が最も有名です。南部地域の州はカンパーニア、プーリア、バジリカータ、カラブリア、シチリア、サルデーニャ。南部は温暖で日照量に恵まれ、赤ワインの産出が中心の地域です。各州について地図上でその位置をさせるように覚えていきましょう。イタリアのワイン法の歴史は1716年にまで遡ります。トスカーナ大公国のコジモ3世は、当時著名な生産地であったキャンティ、カルミニャーノ、ポミーノ、
バルダルディノディソプラの4つについて、ここ以外で作られたワインの名前にその地域名を使用することを禁じました。これが最初の原産地呼称制度となりました。19世紀には醸造業者たちによってキャンティワインの産地が定められ、20世紀には1920年代にバローロなどのワイン産地の指定が行われましたが、国全体での統一したワイン法はまだ確立されていませんでした。そして1963年に DOC 法といわれるワイン法が作られました。トップカテゴリーには保護原産地呼称ワインである DOCG、DOC があり、続いて保護地理表示ワインである IGT、最も下に位置するのが VDT でした。その後、2008年に改正された EU のワイン法に合わせてイタリアワイン法も改正され、2010年5月から新たに施行されました。新しいワイン法によって、保護原産地呼称ワインである DOCG、DOC は DOP に、保護地理表示ワインである IGT は IGP に、そして地理的表示のない VDT はビノに変更されました。ビーノノベッロとはイタリアワインの新種のことで、フランスでいうボージョレ・ヌーボーです。味わいや香りは早熟のブドウを使って作られるワインのため、軽やかで豊かな果実味を備えています。最低でも 30% 以上は新しく収穫したブドウを使い、完成時にはアルコール度数 11% 以下、糖度は1リットルあたり 10g 以下にする規定があり、それらを遵守して作られます。ノベッロを作る際にはボージョレ・ヌーボと同様に炭酸ガス浸積法という製法が使われます。炭酸ガス浸積法はブドウを破砕せず、発酵の際に生じる二酸化炭素と一緒にタンクの中に置くことで、フレッシュな香りと渋みが少なく濃い色合いを兼ね備えたワインを生む醸造法です。ビーノノベッロの解禁日は10月30日ですので、どの新種よりも早く解禁日を迎えることも特徴です。白ワインに薬草を混合して作る混成ワイン、ピエモンテ州のベルムート・ディ・トリノ。ワインではありませんが、カンパーニャ州のソレント半島でレモンの皮から作るリキュール、レモンチェッロ。ブドウの搾りかすから作る蒸留酒のグラッパなどがイタリアを代表するお酒として有名です。イタリアはヨーロッパ大陸南部にあり、アルプス山脈の南側から南北に伸びる長靴型のイタリア半島、地中海に浮かぶシチリア、サルデーニャなどの島々からなります。南北に長く伸びた国土の地形は変化に富み、山岳、丘陵地帯が多いため、標高や傾斜なども異なります。アルプス気候、大陸性気候、地中海性気候などの多様な気候が存在しています。そのため、栽培されているブドウ品種や栽培方法なども地域ごとに大きく異なっています。イタリアワインはまず学ぶべき範囲であり、この範囲を制覇したならば合格に向かって大幅に前進したといえます。事実ベースで毎年10問前後の出題構成を占めるフランスに次ぐ重要範囲です。20州すべてでワインの生産がされているため、北部、中部、南部の比較的テロワールが共通する3地域に分けて見ていきます。イタリア北部地域は、北はアルプス山脈に面し、比較的冷涼な地域も多いのが特徴です。北部地域の州は、バッレダオスタ、ピエモンテ、リグーリア、ロンバルディア、トレンティーノ・アルト・アディジェ、ベネト、フリウリ・ベネツィア・ジューリア、エミリア・ロマーニャ。バッレダオスタ州は、面積・人口ともに最小の州で、イタリア北西部に位置し、北はスイス、西はフランスと国境に接しています。ワイン生産量は20種の中で最も少なく、赤ワインの生産が 59% と半数以上を占めています。ワイン用のブドウ品種は22品種認められており、この州でしか栽培されないユニークなものもあります。 DOP ワインは DOC のバッレダオスタのみで、 DOCG はありません。
ピエモンテ州は山のふもとという意味で、アルプスの山麓から南に広がります。トスカーナ州と並ぶ2大名城地で、面積は全20州中シチリア州に次いで第2の大きさです。長年この地を支配したサボイア王家がフランスのサボア地方出身であったことから、習慣文化にはフランスの影響が色濃く見られます。ワイン生産量の約 94% を DOP ワインが占め、 DOP ワインの名醸数がイタリアの中で第1位と高品質ワインの産地です。また赤ワインの生産が全体の約 61% を占めます。主要品種は、白はコルテーゼ、アルネイス、モスカートビアンコ、黒はネッピオーロ、バルベーラ、ドルチェット、ブラケット。土着品種のネッピオーロを用いた単一品種醸造が多く、単一畑文化も根付いています。 DOCG はバローロ、バルバレスコ、ガッティナーラ、アスティ、ブラケットダックイ、ゲンメ、ガビー、ロエーロ、バルベーラダスティ、バルベーラデルモンフェラートスペリオーレ、ドルチェットディオバーダスペリオーレ、ドルチェットディディアーノダルバ、エルバルーチェディカルーゾ、ルケディカスタニオレモンフェラート、アルタランガ、ドリアーニ、ニッツァ、テッレアルフィエーリ。バローロ、バルバレスコは特に有名で、共にネッピオーロ 100% で作られる長期熟成タイプの赤ワインを生みます。共に1981年の最初に認定をされました。ガッティナーラがある州の北部では、ネッピオーロをスパンナという別名で呼びます。アスティは日本でも有名です。微発泡のモスカートダスティと発泡性のアスティスプマンテに分かれます。白はモスカートビアンコ 100% で作られます。他に白ワインのみが認められている DOCG はガビーとエルバルーチェディカルーゾです。ガビーはコルテーゼ 100%、 エルバルーチェディカルーゾはエルバルーチェ 100% で作られます。ロエーロとテッレアルフィエーリは赤と白が認められている DOCG です。それぞれ赤はネッビオーロ、白はアルネイス主体で作られます。またテッレアルフィエーリは2020年に認定された新しい DOCG です。アルタランガはピノノワール、シャルドネで作るロゼと白の発泡性の DOCG です。リグーリア州は州の 65% が山岳地帯で、 35% が丘陵地帯と平地はないため、ワイン生産はバッレダオスタ州に次いで少ないです。州都のジェノバはイタリア最大級の貿易港です。白ワインの生産が 70% と多く、ボスコ、アルバローラ種からは個性的で複雑な、ベルメンティーノ種からは香り高く心地よい塩味を感じさせるフレッシュな白ワインが作られます。海に迫る断崖の上に家々とブドウ畑が連なるチンクエテッレ地区は世界遺産に登録されていて、その地区で作られる DOC のチンクエテッレが有名です。ロンバルディア州は観光業、工業、ファッション業が栄えるイタリアで最も裕福な州で、国民総生産の4分の1を生み出しています。 DOCG はフランチャコルタ、バルテリーナスペリオーレ、スフォルツァートディバルテリーナ、オルトレトパベーゼメトードクラシッコ、モスカートディスカント。フランチャコルタは瓶内二次発酵で作られる高級スパークリングワインです。シャルドネ、ピノネーロ、ピノビアンコなどから作られます。ガス圧が低く、白ブドウのみで作られたものはサテンと呼ばれます。バルテリーナではネッピオーロをキアベンナスカという別名で呼びます。スフォルツァートは陰干しブドウから作られるアルコール度数14度以上の辛口ワインです。トレンティのアルトアディジェ州はイタリア最北に位置し、北はオーストリア、スイスと国境を接する州です。白ワインの生産が 71% とイタリアを代表する白ワインの産地です。白ワインはピノビアンコ、シャルドネからすっきりとした酸を持つフレッシュな味わいのものが作られています。
赤ワインは土着品種のスキアーベやラグレインから濃厚な果実味のものが作られます。土着品種の黒ぶどうテロルデゴから作られる DOC テロルデゴロタリアーノや発泡性のロゼ白が認められている DOC トレントが有名です。ベネト州はワインの生産量で全20州の中でトップになることも多く、また東に隣接するフリウリベネチアジュリア州とともに白ワインの生産地として有名です。 DOP ワインは全生産量の約 78%、 白ワインの生産比率が約 81% と多いです。国際ワインの見本市ビーニタリーが毎年開催されるベローナはイタリアワインの首都と呼ばれています。グラッパで有名な町バッサーノデルグラッパもあり、蒸留酒も盛んに作られています。主要品種は白はガルガーネガ、トレッピアノディソアーベ、グレーラ、黒はコルビーナ、ロンディネッラ、ラボーゾ、 DOCG はレチョートディソアーベ、バルドリーノスペリオーレ、ソアベスペリオーレ、レチョートディガンベラーラ、コッリアゾラーニプロセッコ、コネリアのバルドビアデネプロセッコ、アマローネデッラバルポリチェッラ、レチョートデッラバルポリチェッラ、バニョーリフリウラーノ、コッリディコネリアーノ、コッリエウガネイフィオルダランチョ、リソン、モンテッロロッソ、ピアーベマラノッテ。ソアーベはベネト州の白を代表する銘柄です。陰干しブドウから作られるレチョート、通常のアルコール度数より 1% 以上高い場合に使用できるスペリオーレが DOCG に認められています。ブドウ品種はガルガーネが 70% 以上で作られます。一方、赤を代表する銘柄はアマローネデッラバルポリチェッラです。アマローネの言葉は苦味という意味があります。陰干ししたブドウを発酵させる伝統製法によって生み出されます。ブドウ品種はコルビーナ主体で作られます。リソンは一部フリウリベネチアジュリア州にまたがる DOCG です。白の実が認められていて、ブドウ品種はタイ 85% 以上です。タイは以前は都会フリウラーノと呼ばれていました。フリウリベネチアジュリア州は北はオーストリア、東はスロベニアと国境を接し、イタリア語以外にドイツ語、スロベニア語も州の公用語として認められています。白ワインの生産が 76% と多く、甘口白の DOCG、ラマンドロ、コッリオリエンターリデルフリウリピコリットが有名です。エミリアロマーナ州は白ワインの生産が 52% とやや多いです。発泡性、微発泡性の DOC、ランブルスコ、古代ローマ時代から伝わる白ブドウのアルバーナで作る DOC、ロマーニャ・アルバーナが有名です。イタリア北部地域は北はアルプス山脈に面し、比較的冷涼な地域も多いのが特徴です。ネッピオロ種で作るバローロやバルバレスコなどの高級赤ワインを生むピエモンテ州があるほか、冷涼な地域で白ワインの生産が盛んな州が多いことも特徴です。イタリア中部地域は中部から南部にかけては中央にアペニン山脈が走り、西のティレニア海側と東のアドリア海側に分かれます。中部地域の州はトスカーナ、ウンブリア、マルケ、ラツィオ、アブルッツォ、モリーゼ。トスカーナ州は中部地域で最も有名な産地で、ピエモンテ州と並び2大名城地として知られています。ワイン生産量の約 63% をDOP ワインが占め、 DOP ワインの名醸数がイタリアの中で第2位と高品質ワインの産地です。また赤ワインの生産が全体の約 87% と多くを占めています。イタリア文化の重要な中心地で、ダンテ、ガリレイ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、マキャベッリなど文化史の世界的巨人を多数輩出しています。1716年、トスカーナ大公国のコジモ3世は、当時著名な生産地であったキャンティ、カルミニャーノ、
ポミーノ、バルダルノディソプラの4つについて、ここ以外で作られたワインの名前にその地域名を使用することを禁じました。これが最初の原産地呼称制度となりました。1870年前後にはベッティーノ・リカーゾリ男爵がキャンティワインのベースとなる品種構成フォルムラを定めました。フォルムラはレシピのことです。サンジョベーゼ 70%、 カナイオーロ 20%、 マルバジアデルキャンティ 10% のキャンティワインのベースとなるブレンド比率です。主要ブドウ品種は白はベルナッチャ、マルバジアビアンカ、トレッピアーノ、黒はサンジョベーゼ、カナイオーロネーロ。サンジョベーゼはイタリア中部地方を原産とする赤ワイン用ブドウ品種です。名前の直訳がジュピターの地であることから、古代から存在していたブドウと言われています。 DOCG はブルネッロ・ディ・モンタルチーノ、ビーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチアノ、キャンティ、キャンティクラシコ、カルミニャーノ、ベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ、モレッリーノ・ディ・スカンサーノ、エルバ・アレアティコ・パッシート、モンテクッコ・サンジョベーゼ、ロッソ・デッラ・バルディ・コルニア、スベレート。ブルネッロ・ディ・モンタルチーノの主要品種はサンジョベーゼです。50ヶ月以上の熟成、うちキダルが2年以上必要。またブドウ収穫年から5年目の12月末より前に消費することが禁じられています。シエナ県モンタルチーノ村で作られる偉大な赤ワインです。キャンティはサンジョベーゼをベースに作られるイタリアで最も有名な呼称の一つです。フィレンツェとシエナの間に広がる丘陵地帯がキャンティ地方と呼ばれ、もともとはこの地方で作られるワインをキャンティと呼んでいました。しかし生産地区がキャンティ地方以外にも拡大したため独立し、キャンティクラシコを名乗るようになりました。サンジョベーゼの使用割合はキャンティは 70% 以上に対してキャンティクラシコは 80% 以上です。熟成期間はキャンティは最低4ヶ月に対してキャンティクラシコは11ヶ月です。カルミニャーノはトスカーナ州の伝統的な呼称には珍しく、カベルネソーヴィニョンがブレンドされます。ベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノはトスカーナ州で唯一の白ワインの DOCG です。モレッリーノ・ディ・スカンサーノを作るこの地域ではサンジョベーゼをモレッリーノと呼びます。スベレートの主要品種はカベルネソーヴィニョン、メルロ、サンジョベーゼです。トスカーナ州では珍しく、カベルネ・ソーヴィニョン、メルロを主体で作られます。主な DOC は、ポミーノ、ボルゲリ、ボルゲリ・サッシカイア。ポミーノは赤と白が認められていて、主要品種は赤はサンジョベーゼ、ピノネーロ、メルロ、白はピノグリージョ、シャルドネ、ピノビアンコという珍しいブレンドで作られます。ボルゲリは赤、白、ロゼが認められていて、主要品種は赤はカベルネ・ソーヴィニョンなどです。ボルドー品種を使用した産地として一気に名を高めました。ボルゲリ・サッシカイアは赤ワインが認められています。単一ワイナリーに与えられた唯一の呼称です。サッシカイアはスーパータスカンに挙げられるワインです。トスカーナ産のワインとしてリリースするためには、サンジョベーゼなどのイタリア品種のブドウを使う必要があります。そのため、カベルネ・ソーヴィニョンやメルローといったボルドー品種をブレンドしたワインの格付けは、最下級のテーブルワインになります。それでも最高品質を作り続けることから、スーパータスカンと呼ばれるようになりました。サッシカイア、オルネライア、ソライア、この3つがスーパータスカンに挙げられるワインです。ウンブリア州はイタリア半島のほぼ中央に位置します。湖、川が多く水に恵まれていて、州土の 70% を占める緑の丘陵地帯は美しく、イタリアの緑の心臓と呼ばれています。ノルチャ地方で採れる黒トルフが特産品です。DOCG 数は2つで赤ワインのみです。マルケ州は
アドリア海沿岸地帯の中では一番北に位置する細長い州で、 69% が丘陵地帯、 31% が山岳地帯で、平野部はほとんどありません。 DOCG コーネロはアドリア海沿岸で最も優れたワインと言われ、古代ローマ時代よりその名が知られています。1950年代にアンフォラ型のボトルで世界的に大成功を収めた白ワインの DOC ベルデッキオディカステッリディイエージが有名です。また白ワインの中心となる品種は土着品種のベルデッキオです。ラツィオ州の州都ローマは古代ローマ共和国建国の地であり、イタリアの首都です。古代ローマ時代からブドウ栽培が盛んで、火山性土壌の丘陵地帯は日当たりも良くブドウ栽培に適しています。白ワインの生産が 72% を占めていて、爽やかで心地よい白ワインの生産が多いです。 DOCG はチェザネーゼデルピリオ、カンネリーノディフラスカーティ、フラスカーティスペリオーレ。チェザネーゼはラツィオ州の土着品種として知られており、ローマ時代から権力者階級に愛されてきた長い歴史を持つワイン用ブドウ品種です。ローマのすぐ南に位置するフラスカーティでは、伝統的に甘口のことをドルチェと言わずカンネリーノと言います。アブルッツォ州は 65% が山岳地帯で、平野部は 1% しかありません。人より羊の方が多いと揶揄される州です。赤の DOC モンテプルチャーノダブルッツォと白の DOC トレッピアーノダブルッツォが有名で、コクのあるロゼの DOC チェラスオーロダブルッツォも人気です。チェラスオーロとはチェリーのようなの意味で、アブルッツォ州ではロゼを指しますが、シチリア州では色の濃い赤ワインのことを指します。モリーゼ州は人口がバッレダオスタ州に次いで2番目に小さな州で、生産量の 72% が赤ワインです。地元消費のワインが多く作られていて、 DOC ビフェルノが有名です。イタリア中部地域はローマやフィレンツェなど独自の文化を実らせていて、東はアドリア海、西は地中海に面しています。ブルネッロ・ディ・モンタルチーノやスーパータスカンなどの高品質な赤ワインを生むトスカーナ州が最も有名ですが、アブルッツ州のモンテプルチアーノやトレッピアーノをはじめ、各州の土着品種から作られるカジュアルなワインも国内外で広く評価されています。南部は温暖で日照量に恵まれ、赤ワインの産出が中心の地域です。南部地域の州はカンパーニア、プーリア、バジリカーター、カラブリア、シチリア、サルデーニャ。カンパーニア州は古代ローマ時代カンパーニアフェリックスと称えられ、温暖な気候と豊かな火山性土壌に恵まれ、ワイン作りに理想的な環境です。白ワインの生産が 47% を占めていて、この州は観光客が多いので、ワインの消費量が生産量を上回っているという特徴があります。 DOCG はタウラージ、フィアーノ・ディ・アベッリーノ、グレーコ・ディ・トゥーフォー、アリアニコ・デル・タブルノ。タウラージは古代ギリシャからもたらされ、長い歴史を持つブドウ品種アリアニコから作られます。古くから名酒と知られたワインであり、現代でも南イタリアで最も尊敬されるワインです。フィアーノ・ディ・アベッリーノ、グレーコ・ディ・トゥーフォはいずれも古代ローマ時代から伝わるワインで、アベリノ県で生産されます。プーリア州はイタリア半島をブーツの形に例えた時にかかとの部分に位置するイタリアで最も東にある州です。ワインの生産量は常にイタリアのトップの座をベネト州、エミリア・ロマーナ州、シチリア州と争います。この州で多く栽培されているプリミティーボはカリフォルニア州のジンファンデルと同じ品種であることが分かっています。13世紀にフリードリヒ2世が建てた神秘的な城カステルデルモンテは世界遺産に登録されています。またこのエリアで作られる DOC カステルデルモンテが有名なワインです。
DOCG はカステルデルモンテボンビーノネーロ、カステルデルモンテネーロディトロイアレゼルバ、カステルデルモンテロストリゼルバ、プリミティボディマンドゥリアドルチェナトゥラーレ。ボンビーノネーロはイタリア南部、特にプーリア、バジリカータ、ラツィオなどで栽培される赤ワイン用ブドウ品種です。バジリカータ州はイタリア半島をブーツの形に例えた時に土踏まずの部分に位置します。石灰岩に掘られたマテーラの洞窟住居は世界遺産に登録されています。赤ワインの生産が約 80% と多いのが特徴です。黒ブドウのアリアニコは古代ギリシャからもたらされ長い歴史を持つブドウ品種です。このブドウから作られるアリアニコデルブルトゥレスペリオーレが2010年に唯一の DOCG に認定されました。カラブリア州はイタリア半島をブーツの形に例えた時につま先の部分に位置します。またイタリア半島を最南端に位置し、南西はメッシーナ海峡を隔ててシチリア州と接しています。主要産業は農業で、中でもオリーブオイルの生産量はプーリア州に次いで第2位です。赤ワインの生産が約 75% と多いのが特徴ですが、山が多くブドウ畑は海岸線に点在するため生産量は少ないです。古代ギリシア人がイタリアをエノトリアテルスと呼ぶようになったのはカラブリア州のイオニア海岸沿いのブドウ畑を称えてのことでした。 DOC のチロが最も有名な銘柄です。古代オリンピックの勝者にはカラブリア州のクリミサというワインが与えられていましたが、これがチロの祖先であるとされています。シチリア州はイタリア最南端に位置し、イタリアで面積最大の州であり地中海最大の島です。シンボルは島の北東部に位置するエトナ火山で、今でも活発な活動を続けています。白ワインの生産が約 61% と多いのが特徴です。ネーロダボラから作られる辛口赤のチェラスオロディビットリアが唯一の DOCG です。その他にエトナ火山周辺で作られる DOC エトナ、甘口のパッシートタイプの DOC マルバジアデッレリパリ、主成強化ワインの DOC マルサラが有名です。マルサラワインはシチリア島の最西端で作られるイタリアを代表する主成強化ワインです。主成強化ワインとはワインを醸造する際に高アルコールの蒸留酒を加えて、アルコール度数をおおよそ15度から22度にまで高めたワインのことです。ポルトガルのポートワインとマデイラワイン、スペインのシェリー酒を合わせて世界三大酒精強化ワインとされていますが、そこにイタリアのマルサラワインを加えて世界四大酒精強化ワインとも呼ばれています。マルサラワインはオークダルで熟成することが特徴で、それにより木やカラメル、アーモンド、バニラなどの香りが楽しめます。醸造方法はまずグリッロやカタラットといったブドウ品種を使い、自然に止まるまでアルコール発酵させたワイン、ワインから蒸留した酒精強化用のアルコール、ブドウ果汁のアルコール発酵中に蒸留酒を添加して発酵を止め、ブドウの甘味を残したミステッラと呼ばれるもの、ブドウ果汁を煮詰めたモストコットと呼ばれるもの、この4種類を作り、それぞれを混ぜ合わせオークダルで熟成されることで作られます。また熟成の年数の違いによっていくつかの呼び名が決められています。1770年代、ジョン・ウッドハウスというイギリスの貿易商人が悪天候に見舞われた際、なんとか近くの島に避難します。そこがシチリア島のマルサラでした。ウッドハウスはその地でマルサラワインを飲み、その味わいが当時イギリスで流行していたポートワインやマデイラワインと似ていることに気づきます。イギリスに持ち帰ろうとし、長い渡航で腐らないようアルコールを添加したのがマルサラワインの原型となっていると言われています。サルデーニャ州はシチリア州、ピエモンテ州に次いで面積は3番目の大きさです。人々は基本的に丘陵、山の民族で、魚より羊の肉を好むと言われています。白ワインの生産が
約 53% と少し多く、すべての県でワインが作られていますが、生産量はシチリア州の 13% 程度です。ボッタルガが特産品です。白ワインの DOCG、ベルメンティーノ・ディ・ガルーラが有名です。イタリア南部地域はアドリア海とティレニア海に囲まれ、太陽の恩恵を存分に受ける魅惑的なワイン産地です。テロワールにあった個性的な土着品種がひしめき、リーズナブルなワインからイタリアを代表する名城ワインが数多く生産されています。果実味が豊かで太陽が感じられるおおらかなワインが豊富なのが特徴です。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。